1945年アメリカ軍作成の広島市地図、王光ステーションが確認できる。片江川駅は、かつて、広島県広島市朝日町に所在していた日本、国有鉄道宇治那線の旅客駅である。この項目では片江川駅の前身とも言える、大河地蔵前停留場についても扱う。芸美鉄道により、宇治那線唯一の行き違い駅として設置された。 その後、芸美鉄道の国有化による国鉄移管を経て、戦後の1966年、宇治那線の一般旅客営業廃止に伴いこの駅も廃止となった。2012年現在、駅施設、線路は完全に撤去されているが、跡地には商工園が作られ、モニュメントが設置されている。片井川駅は1931年11月。 ゲイビ鉄道により大河停車場として開業され、この時点では、全駅の上大河駅、自駅の丹内駅とは、それぞれ 0.6km、0.5km の距離があった。片江川駅の前身となったのは、同年3月、同じくゲイビ鉄道によってこの駅より 13m 南側の位置に開業した大河地蔵前停留場であるが、大河停留場の開業と同時に廃止された。 この駅は開業当初から、宇治那線唯一の行き違い駅であり、これによって、それまで1日24往復であった運行が30往復に増発され、宇治那線利用者の増加が図られた。その後1937年11月、警備鉄道国有化に伴い全駅が上態外駅と解消されたのに合わせ、下外駅と解消され、戦時中はガソリンカー運転休止で、 宇治那線の一部の駅が営業休止となった際にもこの駅は存続した。戦後における駅の乗降客の多くは、七三女子校、高大府校、高陵校など、近隣の学校に通学する学生、生徒であり、徒歩あるいはバスにより、学校と駅の間を往来していた。しかし、乗降人数が次第に減少に向かったため、1966年12月の、 上えたが宇治名間の旅客運輸営業廃止に伴って自駅の丹内駅と共に廃止された。これにより宇治名線では旅客線で行き違い駅が消滅することとなった。これ以降1972年4月の旅客営業全面廃止に至る時期の宇治名線では上態外駅での旅客列車の折り返し運転に際して同駅が単式片面ホームであるため、 機関車を前後に付け替えることができなくなった。このため、旅客列車は客車の前後に機関車を接続する相当列車で運転された。広島市朝日町に所在し、2面2線の相対式構造となっていた線路、プラットホームの西側に1階建て駅舎が設置され、駅の南側に踏切があった。また、列車の行き違いのため、ホームで駅員による タブレット交換で閉塞が行われ、駅舎には駅員が宿直するための控え所が設けられていた。廃止時点のもの、廃止時点のもの、1966年の廃止後、駅舎、ホームなどの施設は早々に撤去された。宇治な駅までの貨物列車の運行は1986年10月の宇治な4社協定線廃止まで続いていたため線路は、 使用されていたが、運行は、早朝の一往復に限られたため、日中にこの近辺を列車が通過することはなく、近隣住民により、通路や遊び場として使われていた。その後、四社協定線廃止により、列車の運行がなくなった後も線路は1990年代、初頭まで撤去されないまま放置されていた。現在、この駅の跡地近辺のみならず、 国道2号線から黄金山通りまでの旧宇治那線区間は完全に線路が撤去され、廃線跡をやや拡幅してほぼそのままの形で車道として造成されているため、朝日町踏切跡は交差点となっている。また駅舎跡地は2012年現在、西朝日町集会所及び地元住民によって整備された小公園、ポッポ広場となっており、 かつてこの地に駅が所在していたことを示す記念物が設置されている。ありがとうございます。